たくさんのお客さんいらっしゃいますよ。ね、もうすごいですね、遠くまでありがとうございます。安藤人気。いや違います、違います。どう考えても土屋圭一人気です。やりづらいんで、そういうのやめてくださいさあ、ということでいろんな話を伺いたいと思います、はい、ではお座りください。よろしくお願いします。さあ、土屋さんはモデュール X の開発アドバイザーというね、はい、肩書きをお持ちですけども、具体的にはまずこれどういうことをされてるんですか。具体的にはやっぱりそのエアロですとか、サスペンションですとか、乗り心地ですとか、質感ですとか、うるさい親父をやらせてもらってます。わかりやすい、うるさい親父。はい、結構妥協なくいろんなことを土屋さんは遠慮なくおっしゃってますか。だと思いますよ。あの、普通これ言ったら干されるだろうなっていうことを受け止めてくれるのがモデューロですね。あ、いや本当に普通の会社でやったら多分干される、間違いなく干される。あの、干される意味わかりますよね、皆さんね、はい、すごく頷いて相手にいてありがとうございます。でもそれを土屋さんは言いながら開発を進めているということですね。そうですね。だからやっぱりその開発のスタッフが部署部署があるじゃないですか、デザインからモップからそのサスペンションから室内からって、それ全部その部署の社長っていう感じ、はい、それぞれの部署のそれぞれの社長。そうだから、サラリーマンじゃないんですよね、やってる人たちが。一緒に仕事してて、はい、サラリーマンと一緒に物を作ってるっていう感覚はない。そこがモデュール X のすごいところですね。だからやっぱこう言っても、うん、その場は雰囲気悪いよ、はいはい、やっぱりね、いろんな厳しいこと言うわけですからね、はいはい、だけどやっぱりね、1時間ぐらいするとそうだよねって、うん、そうだよね、じゃあこうしようって答えをどんどん見つけていかれるから、うん、だから本当に今までやってきた仕事に比べたら、あ、絶対干されてるなっていうものを受け入れてくれるのがモデューロで、だからこういうモデューロ X っていう、まあ、もちろんホンダの市販車もいいですよ、はいはい、いいんだけど、やっぱりこうホンダの客ってうるさい客多いんですよ。好きな人多いですか。多いんですよ、はい、そのうるさい客黙らせるにはっていうと、やっぱりモデューロの X までたどり着くためにはやっぱり1年半とか2年かかっても、金がどんなにかかってもいいものを作るっていう一台をね、はい、その追求しちゃうのがモデューロですよね。あの、皆さん車を作る1年2年じゃなくて、そのいわゆる開発でいわゆる後からつける部品、まあ部品というかトータル的なものなんですけど、はい、そのパーツを作るのに1年2年かけるということですよね。そうですね。だって最初の開発っていうのは、まあ、エアロもそうですけど、はい、段ボールとガム手でこう1ミリずつ角度変えていったり、1ミリずつ高さを変えていったりして、うん、これいいねってなってから初めてモックに行きますからね。モックっていうのはね、機能ね、あの、実際に使って、はい、デザイナーを呼んで、はい、この形で作って、はい、でまたそこから削ったり、え、なんで削っちゃうの、はい、よかったのにっていう、そのモックの段階の前でそれだけ時間をかけて作ってるっていうところがやっぱすごいと思うんですね。すごいと思うな。普通はね、ここまでやらせてくれない。そうなんです。でその集大成として、はい、皆さんに喜んで車を作ってもらうというのが目的だから、そういうことができるということなんです、うん、だと思いますね。あ、もう本当に言い方悪いんですけど、こんな車を売ったって絶対儲かんないですよ。とんでもない金ととんでもない時間がかかってるんで、だけどそこはなんだろう、そのホンダマンとしてのプライドじゃないかな、ここまでできるんだっていう、はい、土屋さんそのまま助手席側に。はい、はいよー違うでしょ、揺り返しがないですね。そうですね、素直に終わってくれるというか、そうそう、コンコンコンでボヨンボヨンって跳ねない、すいません、よろしくお願いします。緊張してませんか。いや、めちゃめちゃ緊張します曲がるでしょ。
上がりますね。いかがでしたでしょうか。いや本当にノーマルとはもう全く別物で、何しろこう SUV 特有のグラグラする感じが全然なくてですね、乗り心地もいいですし、こう跳ねる感じもないので、ノーマルとはもう全然別物ですね。普段は何乗ってますか。普段は S660 と、フリードですね、前の方のものなんですが、はい、どうですか、買い替え候補には上がりそうですか。いや、もともと候補だったんですが、さらに欲しくなってしまっていや、めちゃめちゃ緊張しましたけど、いや、もう本当にね、こんな機会二度とないと思いますので、すごくいい機会をいただきました。ありがとうございました。で、このぐらいのところに戻ってもらえれば大丈夫です。了解。はい、じゃあ1回まず曲がっただけで分かってくれるから、そこはやっぱり嬉しいよね。だからすぐ乗り比べないと分かんないよね。モデュール X だけ乗っても絶対分かんないと思う。あ、なんかいい車だなっていうぐらいで、ただやっぱりノーマルと乗り比べることによってはなんか全然違うっていうのが分かってくれると思う。